皆さんこんにちは、レッドです。本日の動画はこちら、アコードのブレーキパッドを前後交換していきます。ただしリアのキャリパーに関しては純正のキャリパーなんですけど、フロントキャリパーに関しては NSX のキャリパーを使っているので、アコードのそのままのブレーキパッドとはまた違うのでご了承ください。で、今回はブレーキパッドの交換ついでにスライドピンっていうものがあるんですけど、そのスライドピンのメンテナンスも同時にやっていきたいと思います。それではブレーキパッド交換作業、レッツスタート。アコード CL7 のブレーキパッドを交換していきます。フロントブレーキはね、本来のブレーキじゃないんですけど、参考程度にご覧ください。では最初にホイールを外していく必要があるので、車体を地面から切り離す前にホイールナットを一度緩めておきます。そして皆さん、先ほどからこちら気になってるんじゃないですか。こちらスピードクロスレンチというものです。このソケットサイズが2分の1のサイズがついていて、こうやってセットします。で、あとはホイールナットを緩めます。ふっ、で、緩まったらこのままぐるるるって回すとホイールナットが簡単に外れちゃいます。ひょい。で、ホイールナットをセットするときもこうやってぐるぐるって回すと簡単にホイールナットがセットできちゃいます。そしてパワーがない方、なかなかこの十字レンチの状態だとね、緩まないっていう人が中にはいるかもしれません。そういう時にはこのクロスレンチがこうやってサイドに伸びたり縮んだりするので、一番伸びてる状態でグッと回すと、そんな力がいらない状態で回すことができます。で、一度緩んでしまったらセンターに戻して、あとはぐるるるるんとぐるるるるるんと回してあげればナットが簡単に取れちゃうんですね。めちゃんこ便利。ホイールナットが全部緩んだら、車体を一度開けてホイールを外していきます。すいやー、どりゃー、すいやー、おーほいー、ほいー、よっ、あー、よっ、次のステップに行くよ。まずはボルトを緩めていくので、このキャリパーをフロントはね、自分の方に向けてください。ボルト2本が外れたらキャリパーがこのように取れるので、こういった S 字フックを引っ掛けてサスペンション部分に引っ掛けておきます。こんな感じにチューブラリン状態です。で、今回は先にね、このスライドピンのメンテナンスからやっていきます。このゴム部分をこうやってめくりながら引っ張ると、まずこのスライドピンが外れて、で、このゴム部分もこうやって引っ張ると簡単に取れます。で、これが上下に同じようについているので、上と下を取り外してあげます。そしたらこの取り外したスライドピンにシリコン系のグリスがついているので、まずは古いグリスを拭き取ります。で、もともとあった穴に差し込んでグリグリしながら古いグリスをできるだけ回収していきます。で、ある程度古いグリスが取れたら、今度はね、下の穴にも同じようにやってグリスを回収していきます。古いグリスがある程度取れたら、こちらスライドピン専用のラバーグリスを塗り込んでいきます。個人的にはピンの先端に乗せて突っ込んでなじませて、グリスが筒の中全体に行くようになれば OK です。うん、滑りがめっちゃ良くなりました。そしたら外した順番にゴムを戻してスライドピンを押し込んであげる。これでスライドピンがすごくスムーズに動くようになりました。で、スライドピンのグリスアップが終わったので、古いブレーキパッドを取り外していきます。今回購入したピットワークのブレーキパッドなんですけど、表面がフラットな状態なので面取りをね、してあげます。削るイメージはこんなイメージです。上下のところは軽く削って、左右のところは割とがっつり削ってあげます。今まで使っていたブレーキパッドはこの状態でどん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 深く削っていくんですけど、新品のブレーキパッドを押し当てた時にこのブレーキローターの一番上の部分が削れてないんですね。
なのでこの削れてない部分に新品のパッドが当たって、そこがキーっていう風に鳴きます。そうならないためにこの面取りというやつをね行っていきます。そしてこの角が立ってる状態でこのブレーキローターに押し当てると、それが原因でキーって音が鳴るので、ここをがっつり緩くしてあげることによってブレーキのね鳴きが減ります。で削り方はヤスリを使ってこうやって角をねゴシゴシやっていくんですけど、もう粗く削れてしまえばいいので、こういったアスファルト面にねこうやってゴリゴリやって削ってあげてもいいです。まあ、ほんの10秒ぐらい削ったらねこれぐらい削れるんですけど、私はねベルトサンダーがあるのでベルトサンダーで削っていきます。購入するメーカーによっては初めからこの面取りが終わってる状態で出荷されてるものもあるので、面取りするのがめんどくさいよっていう人は初めからね、面取りされてる商品を買うことをお勧めいたします。この作業を全部のブレーキパッドに行います。そして本来であればこのブレーキパッドにシムプレートというこのブレーキパッドに似た薄いね鉄板がついているんですけど、私のアコードはね前のオーナーさんが多分外していたのでシムプレートがありません。まあシムプレートがない方がブレーキを踏んだ時のそのダイレクトな感じが伝わってくるらしいので、スポーツ走行とかをしてる人はねシムを結構外してる人が多いです。なのでもしシムプレートを取り付ける人はそのシムプレートとこのブレーキパッドの間にブレーキグリスを塗ってから取り付けてください。そして今回購入したブレーキパッドのこの部分ですね、レアインジケーター、この金属はブレーキパッドがこの金属部分まですり減ってくるとブレーキローターに直接当たってキーっていう音を鳴らしてくれます。もうブレーキパッドがほとんどないですよっていうお知らせですね。この音がキーっていう音がずっと鳴り出したら早めにねブレーキパッドを交換してください。てな感じで今回はシムをつけない方向でブレーキパッドを取り付けていきます。こちら鳴き防止用のブレーキグリスです。このブレーキグリスはブレーキパッドがキャリパーに触れるところに塗っててください。でシムプレートを取り付ける人はシムプレートにね薄く塗っていきます。まずブレーキパッドの横の部分で指で塗り伸ばしてもいいんですけど、触るとベトベトするので私はこうやってハケでブレーキグリスを塗っていきます。でブレーキパッドは手前からつけるのではなく奥のつけにくいエリアからね取り付けることをお勧めします。でもう片方にもブレーキグリスを塗ってはめ込むだけで、あとはね最初に外したブレーキキャリパーをかぶせていくんですけど、このブレーキパッドがすり減った分このピストンがね押し出されています。なのではめるにはこのピストンを一度押し戻す必要があります。ただしこのまま押し戻してしまうとこのボンネットを開けた時にブレーキフルードというねブレーキのピストンを押し出すための液体がここにあるんですけど、これが戻した分ね上にグーッと上がってきます。なのでピストンを押し戻す時にはこのブレーキフルードを少し抜き取っておく必要があるんですね。なのでねこうやって注射器か何かで上の分は吸っておきます。まあ、ピストンを押し戻せば押し戻すほどここが溢れやすいっていう風に覚えててください。ブレーキフルードが付着して放置すると塗装が傷んでしまうので、ブレーキフルードが車にかかってしまった場合は急いで水でね洗い流してください。水で簡単に洗い流すことができます。そしてピストンを戻す前にねこのピストンの周りにゴムがあります。このダストブーツのところをめくってブレーキフルードが漏れてないか確認してから戻していきます。でこのめくる時にはねあの角が丸くなっているものでめくってください。そして今からピストンを押し戻していくんですけど、以前はこういったねピストン戻しツールを使っていたんですけど、これだとねピストンを1個ずつしか押せません。まあ中間に挟めば両方押せるんですけど、専用工具を用意しております。こちらピストン戻しです。ぐーっと押されてるのが分かりますかね。よしよし、完全に押し戻せました。
そしたらブレーキフルードがね、だいたい今の作業で1センチぐらい水位が上がったかな。これをタイヤ4本同時にやってしまうと多分ね溢れてしまいます。まあ、なので1箇所作業をしたら必ずねブレーキフルードの確認をした方がいいと思います。まあ、確認したくない人はねもっと一気に抜いててください。で、裏の部分はもう指で塗っちゃった方が早いですね。OK、 これでキャリパーを元に戻していきます。そして規定トルクで締め付けます。OK、 じゃん。そして最後にブレーキホース部分を固定してあげれば完成です。それではリアキャリパーのブレーキパッド交換していきます。で、ブレーキホースの固定はねもう先に取っておきました。S 字フックパッド解除、パッド解除、はい、スライド回収。あ、すっごい、すっごいいい感じだよ。はい、スライドピン、グリスアップ、OK。で、新しくつけるブレーキパッドが HAMP、ハムピー。ハムピー？違うよね。なんて読むんだろうね。このリアのブレーキパッドもフロントと同じように面取りができていない状態なので面取りをします。金属の触れる場所にブレーキグリスを塗っていきます。そしてダストブーツを除いてブレーキフルードの漏れがないことを確認したら、こちらキューブ型のピストン戻しをこの十字のところにはめて右回転をするとピストンがねどんどん奥に行きます。ピストンが一番奥まで戻ったらこんな感じにね突起物があります。この突起物がこの十字の溝に入るように真上にセットすれば OK で、キャリパーをかぶせていく前にピストン部分にブレーキグリスを塗っておきます。そして最後にブレーキホースもちゃんと固定してることを忘れないでください。そしてね、ブレーキ周りのね、作業をすると手がね、めちゃくちゃ汚れてしまうので、こちら、リドフワイプス。これはこうやってめくってこう、ピッて出すだけなんで、手の汚れが、ちゃちゃ、じゃん、超綺麗になる。めっちゃ真っ黒。これ落ちるんですよ、ほら。めっちゃ綺麗。めっちゃ汚れが落ちます。柑橘系の香りがするのでね、全然こう匂いもきつくないです。これはね、ほんとおすすめ。シェイ。そして今の状態で走行してしまうと、危ない、グッ、効かないじゃないかっていう状態になってしまいます。まあ、なのでブレーキを何度か踏んでピストンをね少し押し出してあげます。車を走行するのはそれからです。ブレーキ踏みます。
スッカスカ。あーし、聞いてきたぞ、ブレーキが効きました。今のブレーキフルードの下がり方が左フロント、左リアの状態です、まあ、なのでこれを4本同時にするともっとね変動があります。あとはブレーキパッドの減り具合とかでね全然変わってきます。あとはブレーキフルードをマックスのところまで入れてあげます。まあ、これがブレーキフルードが漏れてたりとかするとここのマックスがねどんどん下がっていきますので、ブレーキフルードが減ってないかは定期的にね確認してください。まあ、今回はねブレーキパッドの交換はかなり早めの状態だったんですけど、まあ、ギリギリにね交換するよりかは余裕を持って交換してください。で、新品に交換したばかりのブレーキパッドだとブレーキを踏んだ時にねちょっと効きが悪かったりとかするので、交換直後はねしばらくは慣らし運転でブレーキを踏んで慣らしてください。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram をやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる方がいましたらフォローもよろしくお願いします。そして LINE スタンプも絶賛発売中なので、ぜひね使ってみてください。そして今回使用した商品は下記の概要欄に詳細を載せてますので、気になる方がいましたらチェックもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。